三菱ダイヤモンドアワー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 とは1958年8月29日から1972年7月14日まで日本テレビ以下日テレで放送された三菱電機一社提供のテレビ放送枠である金曜は当初は21時午後9時までの放送だったが 1963年10月以降は20時56分、午後8時56分までの放送となった。一時期は日曜にも放送されていた。同枠は当初はウォルト・ディズニーが司会を務めるアメリカ製作のバラエティ番組ディズニーランドと日本プロレス中継、当初はテレビ制中継、プロレスリング国際王者を一周期に入れ替える。 各種交代形式で編成されていた。なおこれ以前にも1957年に土曜日で放送していたプロレスファイトメンアーにも三菱電機は共産スポンサーに就任しているが、この経緯は日本プロレステレビ中継会社の創世期の項目を参照。日テレは当初日本プロレス中継を不定期の特番から毎週放送の定時番組にする計画を持っていたが、 共産者の三菱電機がディズニーランドの放送を強く要望。そのため、双方の番組を各州で放送するという体裁を取った。この状態は1968年2月16日まで続いた。ただし、日テレは1961年8月25日以後、ディズニーランドの放送がある週の金曜日に22時台の45分枠で、 別枠の日本プロレス中継を開始した。時間枠こそ異なるものの、実質的に毎週金曜日のプロレス中継が定番化することになった。1960年代にはカラー放送が始められたが、1962年に行われたフレッド・ブラッシーの試合で対戦相手が噛みつき攻撃の犠牲で流血する事件があり、それを見ていた視聴者若干名、2名、4名など、 諸説ありが死亡する痛ましい事件があったことから、一時期カラー放送を中断していたことがある。その後、1968年2月16日放送分をもって、ディズニーランドの金曜枠における放送を終了。金曜枠は2月23日より、日本プロレス中継の放送に一本化され、プロレス中継枠となった。また、地方都市では、 当時民放テレビが一局しかなく、事実上オープンネット状態であったことから、三菱ダイヤモンドアワーとして放送された中継を、含めてプロレス中継をネットしていた、法局も少なくなかった、近鉄金曜劇場の項も参照。この頃、メインイベントに、世界選手研究のタイトルマッチやワールド、大リーグ戦の試合が絡んでいた場合、主力選手に、 花束が贈呈されることになっていて、この放送をお送りいたしております。三菱電機、後年は鈴木自動車工業もより花束が贈呈されますと、リングアナウンサー、あるいはテレビ実況席の解説者、清水一郎、倉持隆夫、徳光和夫薫の里、辰る浜広志らから紹介されていた。このスポンサーからの花束贈呈は、 全日本プロレス中継初期の頃にも引き継がれたほか、日本教育テレビ、現、テレビ朝日が放送した、ネットルドプロレスリング、及びネット日本プロレスリング中継においても、同様に共産スポンサーの読み上げが行われた。また、番組中には、生コマーシャルとして、リング場などで掃除機の実演が行われたほか、解説者が、この放送は、 皆様ご覧のテレビジョンをはじめとする数多くの家庭電気品でおなじみの三菱電機の友でお送りをいたしておりますとコメントすることもあった。一方のディズニーランドは1968年4月7日から日曜19時台で放送され、枠移動後も三菱ダイヤモンドアワー枠となり、本枠は金曜20時台と日曜19時台との並行放送となった。しかし、 ディズニーランドが1969年10月5日から日曜10時台に移動することに伴い、1969年9月21日をもって三菱ダイヤモンドアワー日曜枠が終了し、1969年9月26日からは本枠は再度日本プロレス中継を放送する金曜枠のみとなった。その後、この枠は三菱電機を筆頭共産社とした。 複数提供に移行していた。しかし、1972年4月、ジャイアント馬場、日テレの中継において、独占的な契約を結んでいたが出場した試合を、日本教育テレビ、ネットの、ネットワールドプロレスリングで放送したことにテレ側が、激怒。5月12日に放送された、ワールド大リーグ決勝戦の生中継を最後に、当時間枠での日テレプロレス実況中継を、 打ち切った正式発表は5月15日。その後、7月14日までつなぎとして、日本プロレス選手権特集と題した過去の名勝負を取り上げた番組を放送し、プロレス番組並びに本枠は終了した。7月21日以後は、ドラマ枠となり、引き続き、三菱電機を非東京三社とした、複数提供で太陽に吠えろ。がスタート。 三菱電機は長らくこの枠の筆頭協賛者であったが、1992年12月をもって、同枠での提供を終了、1993年10月以降は、顔筆頭となり、現在は、筆頭ゼロの複数各社となる。その後は、土曜グランド劇場に、筆頭協賛枠を移動した後、特命リサーチ 200X から日曜20時代、現在は、 世界の果てまで、いって9を放送中のメインスポンサーを務めている。なお、この金8プロレス枠は、その後ネットテレビテレビ朝日が受け継ぎ、同年7月28日からネット日本プロレスリング中継として、月曜20時枠のネットワールドプロレスリングと並列放送、同10月2枠を金8に統合し、最初はネット日本プロレス中継を半年間継続後、 1973年4月より、新日本プロレス中継である、ワールドプロレスリングに改編し、以後はこの題名で中継を続け、金8枠での放送を1986年9月26日まで継続した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。